ちょっとこれどっちどっちどっち、ボタン、プレイヤー、怖い怖い怖い、ちょっと、コインコーリング初のボット、ツアーマンゴボタンでーす。はい、さっきボットの方が豪華だって言うじゃない。言っちゃない。で、ほんと勝負のボットもいるらしいんでね。今回のセットはこちら。初号記憶を着ながらボットのふりをしてみたら検証します。というわけで、公認初のボットが早速戻ってるぞ、僕。だけど、小腹空いたから一応乗ってるぜ、僕。ボット研究者の僕らじゃボットのまんなんてイージー中のイージーよ。任しといて。まあ、とりあえずまっすぐ走るね。危ねえな、気がつけろ、バカたれ。あ、サダハル捨てるの忘れた。ボットがサダハル連れてねえよ。初号機でサダハルの組み合わせは俺やないかい。ほな、コモトルやないかい。ザコのくせに金に物言わせてコラボアイテム大量に持ってねえんから。その特徴は完全にコモトルよ。でもな、一度敵に会ったら絶対にそいつを倒す最強の実況者らしいね。ほな、コモトルちゃうやないかい。あいつザコすぎたら逆にお前ザコだなんて煽り聞かへんくらいザコやね。その特徴完全にコモトルよ。でもな、うちのおかんが言うにはな、人付き合いが苦手すぎてな、誰ともコラボしないらしいね。ほな、コモトルやないかい。あれ、これ涙かな。選ばれしボットなんで武器は拾います。ボットの中でも優秀な方のボットなんでね。ボットにしては豪華すぎる。さすが選ばれしボットは。やっとぜ。ね、ちょっと遠いでしょ。この辺もボットたるゆえんよ。ボットならだの距離。この距離感はね、もうボットと高校生の恋愛だけはこの距離を出せるわ。遠いな。俺の秋坂から聞いたけど、あの家いつも鍵閉まったらしいね。まあもし開いてなかったら、まあ燃やして開ければいいね。長沢の家のようにな。開いてた。僕んち火事になっちゃったんだ。スポドリリュック、中学生は住んでたよね。でもごめんな、空き巣だ。おっ、スーパーアルティメットボットチャンス、来た来た、車来たぜ。ここでボットムーブにしてたろ。やり合ってんね、敵対敵。まあ、ボットは直線的な動きしかしないからね。ゆっくりゆっくり詰めていく。ん、あの人ボット今の。どっちどっちどっち。どっちどっちどっち。あれは誰、ボットなの、人なの。どっちどっちどっち。あー、車の、よしよし、とりあえずボットガン出していこう。初号機のボットいるんだよって。この壁ぶつかりはボットでしょ。ねえ、ボットだよね。ねえ、ボットでしょ。もっと慈悲を持ってよ。なんでそんなみんな人を殺すんだ。もしかしてさっきの空き巣の小学生かな。ごめんな、空き巣して。あ、でもテンパーキー乗ってたじゃないか、お前。無免許で乗っていいのは鈴鹿サーキットだけよ。残念。やっぱボット部屋出せる僕ならではの企画だよね、今回。お、ハーレークイーン、やったぜ、かわいい。生きてえけど生きてえ。お、いった、映れた。僕はしがないボット、出来たてポップコーンいかが。正面でも見てみたいと。地方から初号機を楽しむ必須のエヴァファン。あ、やばい。ちょっと待って、こいつ試合中にあったら、でも、ホース、フッコホースなら躊躇なく殺してくるぞ。お、スーパーボットポイント。ここで待つ。泣かねえなら泣くまず待つぜ。俺はデートの遅刻でも待ってる男やから。全然来ないじゃん。もう待てね、許せね、3分くらい待たせやがって。ホーヒエ、溢れ出るホーヒエ。あ、いた、プレイヤーかな、これは。ウェルカムウェルカム。さあやってるぜ、俺はただのボットだよ。あいつのボットじゃねえか。ただただボットとしかすれ違っただけ。あそこがボットのスクランブル交差点になったのか。なるほど。よし、お互いストレートの道を歩むことを決めたようだ。よし、ボットはよく岩盤に突っ込んでる。ベジータにも岩盤に突っ込んでる。あいつ俺にバレてるかな。俺ね、とりあえずボットを持っててもね、撃ってくる可能性。でもボットはね、モサはボットに優しいと聞いております。完全に消えたな。お、優しい。そうだ、許してくれた。完全に消えた、ありがとうございます。優しくねえじゃねえか。どうしてみんなボットに手出すんだ。彼らあなたたちを殺さないのに。ちょ、リプレイ見てみよう。俺がちゃんとボットになれてるか。たくさんのボットの先輩たちを背中を追ってきた。先輩たちの背中を追いてるよな。棒立ちじゃねえか。岩盤だしは。うちの官が言うにはな、荒野の実況者の中でも一番人気らしいね。ほな、コマ取れちゃうやないかい。さっき荒野の実況者の人気投票がツイッターで始まったんやけど、8位やねんから。でもな、内側の官が言うには、あ、お、びっくりしたぜ。うっ、脱いだ。えろ。やばいやばい、俺はボットボット。ちょっと待って待って。女の体に反応しちゃいけない。壁に走り続けるな。ガーンしろ。あ、来た。よし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 。あぶね、ハニートラップに引っかかるとこだったぜ。サンキューな。あ、ショートチャンス。すなわちボットチャンス。生きのいいボットがいるよ、ここに。本日はボットチャンス。このご自宅の35歳無職の男性。夢はマイウェザーだそうぜ。まず国籍から変えないといけませんね。出てこんな。出てる、何出てる、何してはるんやろ、これ。
もしかしてここ空き巣張られてる？35歳の名物殺された？それとも不在？ちょっと待って、これは空き巣かな？空き巣とかかわいそうによ、鬼やなそんなこと。連れて、あと2階で突然の放棄、35歳名物突然の放棄、空き巣くれる、落ちちゃう。いるいるいる、あれはどっち？ボットか？これは怪しい、あの直線的な動きはボットかな？でも服がボットっぽい、白ズボン履いてるな、ウーバーのタクヤか。これはどうなん、あ、完全に来た、目が合って、どこ行くね。目合ってやろお前、今タクヤでもね、プレイヤーでもね、とんでもない化け物産んでくれたな、こういう運命はよ。何やってんだ俺、何やってんだろうな俺が、こんなことやるために生まれたわけじゃない、壁にめり込むために生まれたわけじゃないのに。本当に君、やるしかね、手榴弾練習させてくれ、距離がこれで合ってるよね、よし完璧、あさっての方向。結構跳ねるのな、こんなナイズ高いの誰がやってるんねん、銃火器も扱えない、今いたね、チラリズム、おっと来ましたね、ゆっくりとヘッドに合わせる、あボットのヘッドしてた。ヘッド当てるボットとかいたらスマホ投げるわ、あ、あやべ、ボットの反応しちゃった、いかいかいか、索敵スピードはボットか、本当にどこ、あでもこの棒たちがボット感あるでしょ、あいたいた、よし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 、上の通知さんともこんにちはしたけど、オッケー、あいつはボットだね、マスオ TV も言うてな、クソエイム、いっちゃ、あれは完全にボット、マスオ TV も言うてな、やったね、タイちゃんって、あ、これいなかったっけ、いた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 、これはボットか、これどっちどっちどっち、フックが豪華すぎる、敵も物理法則とか人体の術とか全て無視してるやん、ごめんな、チョコ行く行く。このネーミングセンサー実況者として嫉妬するわ。くっそー、ボットでも開花する、許してくれ、これも許してくれ、あ、しるしるしる、ちょっと待ってよ、あいつボットかな、とりあえず回復したいけど、あでも俺回復してるとこ見せて。ボットのふりしててもバレてる可能性、この子はボットかな、ボット一級検定士の俺からしたらボットだね、間違いない、こいつは間違いなくボットだよね。よし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 、オッケーオッケー、ちなみにボット検定士って資格を持ってるのは俺とマスオ TV だけ、ちなみに俺は1級だけど、あマスオ TV はね10級らしい、まずはまだまだ入門や、あいつはマスオ TV は俺でも使うからな、いるね、あの子はボットかな、でもあと2人じゃないか、じゃああいつと俺の2人っきりはこういうことやないか。そんなお膳立ていらんわ、説変わるわ、何もしなくても勝手に脳活切りつつ検証します、俺は何もしねえ、てか待機所にいてプレイヤーみんなどこ行ったん。俺これボットの動き知ってる必要あるから、誰に見せつけてんのこのボットの動き、未だ勝てないぐらい虚無感、何してんだこれ、こんな悲しい声行動あるかい、ノートインキライミ見た時のクリロナみたいな顔してる俺、あ、アンちゃん迫ってきた、よしよしよし、はいこの地獄から解放してくれ、そのボットを殺してくれ、あでもなんでそんな悲しい顔すんの、ちょっと俺がこの短期間でこいつに愛情が、初恋の感覚が、俺の初恋、よっしゃー、ざまみやがれボケ、設立しようじゃ、つもらん時間を過ごさせやがって、ケガ部屋、ボット部屋のプレイヤーは余裕がね、俺も含めて、ボットプレイヤー、ボット降臨、誰もいない、こういうコーダーおるやないか。ナイスミーチュー、このマンションでスケベしようや、スケベ降臨、あ、あいつ降りるの失敗して、だいぶ遠いとこ行ったね。俺は見えてる、全部、お前の全てが見えてる。かわいいやつね。あいつは完全プレイヤーやな。オッケーオッケー。とりあえず待ち構えよう。ラグいな、あいつ。固まってる。ちょこちょこ瞬歩してる。すげえな。かわいいな。うつなプレイヤーなら殺すかもしれんが、もう失う気力がない男は違う。聞こえますか？ねえ、聞いてる？僕の声で聞こえてたらジャンプして。僕は君と仲良くなりたいんだ。全然無視するんですけど。おい、何するつもりだ、おい、待て待て待て。おっつけおっつけ。重火器なんてよくない。争いなんてやめよう。何してるこいつ。おい、ちょっと、おい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 、やめてくれやめてくれ。おい、おっつけおっつけ。こんな丸腰の初号機狙う普通。ちょっと落ち着けよ。荒ぶってるね。今度ぶっ壊すよ、お前。ダメだこいつ、話が通じちゃう。ちょっと待て待て、やべ、死ぬ。かなり傷が、あ、終わった。お疲れ様でした。お渡し大事だ、これ。はい、ふざけそう。あ、来た来た、オッケーオッケー。ん、こんな見た目だっけ。ちょっと、これ、ちょっと、ボット？プレイヤー？
怖い怖い怖い、ちょっとこれどっちどっちどっち、とりあえず鼻あげよう。うん、どうぞ。無反応。アレルギー制限持っちゃったらすまない、花粉症だったらすまん。これどうしたらいいんだ。死んだ。どっちどっちどっち、花粉症により死んでんじゃんか。ごめんな、ゴミしかねえじゃんか、てめえ、おめっぽけ。いや、ダイナミック強ポジログイン。以上、コメントでした。チャンネル登録お願いします。ツイッターフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッター客の参加パッチするので、ぜひツイッターフォローしてくださいね。